とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクララジオズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー更新、初見やっていきます。28回みたいですね。いらんかな。では、行きます。おい。おお。ちょっと待って、なかなかじゃない？敵がなかなかの敵じゃないですか。おいおいおい、出るね、結構序盤からクリーパーが結構出てくる。よっしゃ、これ後半が結構難しくなるタイプか。どうでしょうね。 OK、 でも敵自体はそんなに多くはないですかね。ああ、そんなに多くはない。行きましょう。早めになんかね、これ装備変えたいな。エンチャントが良くない。種でいきます。カバンもいいけどね、ちょっとあの運要素がそんなに好きではないんですよね。まあまあ羽ぴょんできればいいんだけども、羽がまあまあ使えないでしょうから、こっちでどうでしょうか。無難にね、多分5回ぐらいまでの敵だったらワンパンで倒していけると思うんで。意外と出るな。ちょいちょい。 OK、 はいはいはい、いいんじゃない、いいんじゃない。いらん。次、微妙なやつが多いね。でも28回、ちょっと中途半端な。あー、これ結構きついぞ。あ、でもまあそうかそうか、そのための種だ。 OKOK、 このための種を足止めでね倒していけるんでいいでしょう。 OK、 いいね。よし、できれば20分ぐらいでクリアしたい。そんぐらいでお願いしますね。はいはい、3回クリア、特に問題はあります。おー、パワーシェイカー。うん、クレイモアもねちょっと捨てがたい感じでしたけども、まあまあ多分火力はこっちの方が上がるでしょう。どうだろう、ネクロ出るか。ネクロは出ないのかい。まあ、出てもパワーシェイカーあるんで全然余裕で倒せるでしょう。出ないっぽいね。おい、終わりかい。めちゃくちゃ簡単。お、あ、うん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 、これもボーンクラブよ、間違いない。吸血がついてるね。吸血と火属性があるんで OKOK、 いいんじゃないですか。なかなかいい武器が序盤に出てきてくれてる。今回楽勝かもしれない。どうだろう、この感じでいくと本当に楽勝だぞ。よし、はいはいはい。特に強いやつも全然出てこないしね。こっちなんかいたりする。いや全然大したことない。ええー、楽勝すぎ。
おう、敵も全然少ないね。あー、この防具嫌いなんだよな。違うやつを取りたい。ソウルを一応貯めていこう。使えるかどうかは分かんないけど、ソウル貯めまーす。いいね。はいはいはい。おー、上結構多め、上は多めですけども、大したことはないかな。はい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 。種取っといてよかったよ。じゃないとちょっとダメージもらいましたけどね。 OK、 多いね、ここ多いけど、まあまあまあ、パワーシェイカーとかで全然余裕でいけます。お、傭兵変えようか。いや、いらんけどね、弱いけど、まあ、うん、今のよりはマシだ。で、別に、トゲもいらんかな。あればあるだけいいっちゃ思うけど、まあまあいいでしょう。もしかすると他になんかいいのが出てくるかもしれないので、まあまあ、ちょっと無駄なやつは入れずにまずは行きます。はいはい、終わりじゃない？これで敵が少ない。今回本当に敵少ない。サクサク行きたいね。よくない、いらん。ほうほうほう、ここか。おい、なかなか嫌なやつやね、ここは。おいおいおいって、こいつまだいるでしょう。まだいるよね。まあまあ、種あるし。いや、もういないの？意外と大したことない。大したことなかった。あー、変えよっか。星寄る。多分ボスも来るだろうし。ユニークやめろよ。よし、パワーパワー。オッケーオッケー。これパワーシェイカーじゃない？うん、この感じだったら。防具もまだ全然いらないやつだし。あ、ボスじゃなかった。パワーシェイカーどれぐらい攻撃力だ。3333。おお、3並び気持ちいいね、こういうの。オッケー。弓もなんか欲しいな。おいちょ、なかなかすごいぞ。え、終わり？いや、いいよ、 こんな感じでサクサク進むのって全然いいですけどね。あ、星折れ、俺エンチャ入れてなかった。あー、変えよう。うん、流れ込む入ってるんで。あーと、球根。あ、いや、この弓では攻撃しない。8と、うん、こんな感じでいいか。で、流れ込むは1でもいいしね。あ、防具ももう入れとけね。トゲトゲでいきましょう。 200% ダメージ反射いいんじゃない。ここ出が悪いぞ、出が悪いぞ。もうちょっとサクッと出てくれればいいけど、あんま出ない、あんまり出ないタイプか。あ、これあんまり出ないかも。ここ
結構出やすいんだけどね、あの橋の上あたり。よし、ナイス。お、あ、うん、いや、まだ出てるか。あ、こっちね。しゃ、敵が少ない、ほんといい感じだね。でもね、ボス、あ、次ボスだ。いらん。あー、いいか。なんか落とせる場所があるんで、伸びあたりじゃない、伸びあたりが出そうな気がする。どっちだ。よし、 OK、 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 いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。結構与えるね。よし、おしまい。はい、いいんじゃないですか。あー、まあいいかな、いいです。あー、なんかクリーパーいっぱい出てきそうな場所。ちょっと待って、エンチャンターいる。エンチャ先。おい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 、よっしゃ、オッケー、ナイスナイスナイス。ちょっと待って、ジオマンさんどこいんの。ジオマンサー、あ、いた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 、あんなとこいた。オッケー、蜂が処理してくれるね。オッケー、終わり。え、まだいた。ああ、よかった。はいはいはい。ああ、いいかな。うん、乱射もこれそんなに強くないしね、いりません。スッとも、まあまあ性能的にはいいんでしょうけど、やめとこう。 OK、 いいね。お、もしかしてここら辺からちょっと難しくなる感じか。いや、そんなことないか。よし、ちょっと敵は多かったけども、危ねえ。おお、食らってるけど、食らってるけど大丈夫。折り返し。あー、ダイナモ怒りではあるな。いらん、使いにくいもん。おお、コグいいじゃん。流れ込む魂はなくなるけども、いいと思います。激怒も一応入れとけ、入ったらラッキーぐらいで入れときましょう。 OK、 そろそろまた武器と防具変えていきたい。 OK、 OK、 いいんじゃない。そういえばボスラッシュ全く出なくなったな。まあ出たのもまだ1回だけどね、1回しかまだないんですけど、ボスラッシュはやっぱたまに来てほしいな。おう、あのパソコン版のマイクラダンジョンズ、あれ動かなくなったんですよね。パソコン版がね、起動しなくなったんで、ちょっとボスラッシュとかがねできなくなって、それがちょっと悔しいな。いやー、いらんなー。パワーシェイカーダブルだ、ダブルパワーシェイカーでいきます。いいです。まあまあまあ、ボス戦とかではすげえ強いんじゃない。よ
よしよしよし、オッケーオッケーオッケー、よしよし、ちょっと待て、そろそろ防具変えないとちょっと弱い、防具変えたいな、よし、オッケー、防具欲しいな、ちょっともうパワーが足りません、武器変えとこうか、もう弱いな、球根もついてるし、サイスでいきます。でここを、もう防具あげようか、ちょっともったいないけど、でもな、ここちょっと弱かったらボスが強いの来たら倒せないんで、あーボスじゃない、あーでも前回難しかった、おーちょっと待って、いい黄金がついてるね、どうしよう、まあいいか、もう火属性入れろ、これでいきます、球根もいいかなと思ったけども、もうソウルもマックスだし、雷の杖そんなバンバン使う感じじゃないんでいいでしょう、これで、ああ強い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 、いいんじゃないですか、ああよかった、武器は変えてよかったよ本当に、よしよし、これ星折るのまんまだったら結構きつかった、 OK ナイス、まだ出る、あーまだ出るね、ここもちょっとあんまり出なくてもいいんだけど、おおいよいし、終わりかこれで、はい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 、あよかった、これ防具上げててよかったよ、上げてからこの感じなんで、これは危なかったね、上げなかったら、いらん、あーちょっと待って、キョムキョム、いやいいか、入れよう、もうダブルじゃなくていいや、怖い怖い、あーオッケー、ここはちょっとこれ上まで上がりますので時間かかるんでね、オッケー、いきましょう、上もそんなにいないでしょ、いや意外と多いな、地味に多い、おおまだいるんかい、終わり19回終了、次まあ いらんわな、次はどんな感じでしょう、ここは別にそんな強いやつが出てくるイメージはないね、あたまにラビジャーが来るときはあるけども、まあそれぐらいか、 OK、 もう出ないかな、あぶねあぶね、 OK、 よっしゃ、おお意外と多いぞ、はいはい、意外と敵は多かった、いらんね、いやボス次第ではビーコンがあっても面白いと思う、なるほど、嫌なやつだね、いや、うそ、全然ダメージ入らん、これはダブルパワーシェイカーの方がダメージが入ったかもしれないな、まあまあいいでしょう、
あっ、くそ。これレイス対策して今度ダメだな。うっそ。よし、オッケー。半分いったら一気に行きたい。半分超えたらちょっと一気に行きましょうかね。あ、いや、オッケー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 。いいんじゃない。もうそれなりのダメージは入った。よし、もう終わり。次でおしまい。うん、はい、ということで21回終了。次、雷の杖をパワーアップさせるか。で、次がここね。敵の出るペース早いよ。いいよ。お、あ、まだでいた。意外と硬い。 OK。 ちょ固まるなって。もう、よし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 、 OKOKOK。 最近なんかこのパターン多いよね。よし、最近多いパターンだ。よし、間に合わない。仕方ない仕方ない。なんかね、向こう側の方に敵がめちゃくちゃ多いっていうのが最近これ多いんだよな。で、こっち大したことねえな。反対側が多いだけか。よくない。うん、最後がユニークだからね、なんかいいかなとも思うんですけども、ちょっといまいち。矢はたくさんあるんで、もうどんどん使っていこう。おーいおいおいおい、なかなかぞ、なかなか。よし、オッケーオッケー。嫌な敵が多いぞ。よし、オッケーオッケー。よし、オッケー、いいね。もうどんどん使っていっていい。よし。ああ、なるほど、トゲが意外といい感じなの、もしかして。終わり。はいはいはい。おお、後半ちょっとね難しいかな、若干。ああ、武器変えようか。斧だったら虚無がついてんのよ。こっち虚無ついてないのよ。ボス戦だったら絶対虚無なんだけども、まあ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 、これでいってみましょう。一応ね、虚無の矢筒はあるので、そうね。コグ上げようか。これ今取ったばっかりだからそんなに上がらない。ほら、5しか上がらないんで。いいでしょう。ピグリンの誇りにしていきましょうか。エンチャントはそういいものではないね。まあ、輝き入れて、爆発でいっか。行きましょう。ちょっと待って、エンチャント全部入れちゃったけども、これでいい防具が来たらちょっとやだな。まあいいさいいさ。はいはい、いいんじゃない。うん、爆発3まで入れてるからね、これはダメージはあるよ。よし、
あーそこ危ねえ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 危な、何やってんの。よし、危ねえ危ねえ、超ボンミスするとこだった。よし、おーおー、あ、これダブルトゲ面白いかもな。ダブルトゲをちょっともうちょっとパワーアップさせたらこれ面白いね。マジかよ、こっちの方がいい。いやでもね、あげたばっかりだからね。うん、いいさ。なるほど、そういう感じで来たか。ちょっともったいないことした。 OK、 まあ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 、攻略の時にはね、ちょっとしっかりと選んでいきましょう。よっしゃい、いいんじゃない。おー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 、出るね、結構出る。ちょいちょいちょい、ここにやろで、ガーディアンがいるね。よし、メテルズ、よし、終わりかな。はい、次、変えようか。これ全く同じエンチャじゃん、この2つ。クレモアに変えます。で、虚無とこんな感じでいいでしょう。ちょっと最後の最後なんか防具来ないかな。なんか良さげな防具が来てくれればちょっと嬉しいんだけどね。よし、あ、もう固まるの多くない？ちょっと固まりすぎかな。よし、終わり。はいはいはい、次。ちょっとこれ今度ダブルトゲでマックスまで入れていってみよう。絶対面白い。武器に虚無入ってるんで、もう矢筒はいらないや。あ、そうか。28階層だった。別に何にもいらないな。まあまあ、トゲや、あげるか。まあ黄金にしてるからちょっともったいなかったけども。どんな感じでしょう。何が来る ?2 体。なるほど。大したもんね。もうゴリ押しもゴリ押しで全然余裕ですね。ドン。いやー、よくない。うん、こりゃよくないわ。まあ、爆発にしときましょうかね。一応ダイナモ入ってるんで使えるじゃ使えるかな。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。